皇位継承の議論なんですけども、立憲民主党がね、女性宮家は緊急課題だって言い始めてますよ。えー、皇族復帰には問題があるっていうんですよね。まあね、野田さんはね、かつて。 えー、民主党政権を率いていた時に、えー、この女性三宅女性天皇をやろうとしたわけですよね、えー、そしたらパブリックコメントで大反対にあって結局両論でで終わわっっちゃったわけですよ、えー、ところが、えー、と小泉内閣の時に有識者会議が、あのー、ありましたけどもそれと同じ有識者会議を菅さんが立ち上げてそこではね女性天皇女系天皇ではなくはい えー、の活用とということを、えー、報告書に盛り込んだわけですですから、あの、民主党は有識者会議やってないんですよね。で、えー、っと、小泉内閣で有識者会議やりましたけども、菅内閣で有識者会議やりましたから、その。 新しい有識者会議によって完全に、えー、あの塗り替えられたわけなんです。ですから民主党は出る幕ないんですよね。ところが、いや、女性宮家や,やったらいいよって、旧皇族の復活なんか無理だよ、問題あるよって言い始めてんですけど、何を言ってるんだって話ですよね。えーまあ、ちょっと読みましょう。立憲民主党の安定的な行為に関する検討委員会は20日の会合で論点整理を提示した女性皇族が婚姻後も皇室に留まり当主となる女性宮家創設に関し、 えー、緊急的な課題として議論を急ぐ必要があると指摘皇族、えー、の養子縁組を可能とし旧皇族男系男子が皇族復帰する案には憲法上などの問題点を列挙した、えー、来月中旬の党見解策定を目指す論点整理では政府の有識者会議が岸田首相に提出した報告書は女性宮家への明確な結論を示していないと批判。 えー、近々、女性皇族が婚姻により皇室を離れることは十分想定されるとして議論を、えー、進める重要性を訴えたただ将来の女性天皇につながる恐れがあり皇室の伝統を破壊するとの反対意見も紹介した、うん、旧皇族男系男子の皇族復帰案に関しては法の下の平等など憲法上の規定との整合性を検討すべきだと主張制度設計に入る前に対象者の意思確認が必要だと言及した 故意継承をめぐり、額賀衆院議長は昨年末から各党に意見集約の推進を要請していた。 えー、立民の検討委員会の野田元首相は20日の会合で今国会中に各党間の協議が進み政,、えー、政案を得るまで視野に入れていると感じると強調ということですね、えー、ちょっとこれについてコメントしますともともと旧民主党政権がやろうとしていることをただ言っているだけですね、えー、野田さんがやろうとしたでもものすごい反対にあって結局は両論兵器で終わったそれを今またね 持ち出しているわけです。有識者会議の内容にも反するものなんですよね。で、まず、女性宮家が近々の課題だって言ってるのは、立民と共産ですから、まあ、最も皇室を軽視し、ね、なんなら皇室を潰そうとしてる人たちが、いや、こうしたらいいですよって言ってるわけですからね。えー、で、あの、そうそう、わかりやすいんですよ。 皇室を潰すために言ってるわけだからねあのもうね立民はこの議論に関わんないでほしいんですよだって皇室を敬愛し守ろうという人が意見を出し合えばいいわけで皇室を潰そうとしてる人が意見を言うこと自体が不健全ですよというか出過ぎてますよねあ私たち皇室ない方がいいと思ってますからねだったらどうしたら皇室がね良くなるかについてはコメントしませんって言,言うんだったらあの筋通ってますよね だから共産党だって将来的には皇室なくそうと思ってますから、皇室をどう、どう良くしようかって聞かれても、そんなもん私たち言う立場にありませんって言えば、これは筋通ってますよ。だから立民も、共産も、さも皇室のためにはこうしたらいいんじゃないでしょうかっていうわけだけども、どの口が言ってんだって話ですよね。大体ですね、立民の時に、か,かつてのね、旧民主党、あの時、何がありましたはい。小沢とかが暗躍して、 当時ね共産党の副中国中華自民共和国の副主席だった習近平をねええー、あのいきなり呼んで皇室に接遇させたというね明日行くから天皇に合わせろ的な話まんまと乗ったわけですよねはいで皇室の国際親善を怪我したのが民主党でしたよはいあの陰剣旧習近平陰剣事件ってありましたよね だから、中国だけ特別扱いしろっていうのを民主党が強要してきたわけです。皇室は大きな国だろうが小さい国だろうが分け隔てなく同じ規模のね、えー、晩餐会を開き、平等に接してきた。これが皇室の国際親善だったんですけども、習近平は特別だから、あのー、もう来週行くから合わせろって言って、ね、宮内庁がダメですって言って黙らしちゃいと。中国は大切な国なんだから、そのぐらい融通聞けって言って、 えー、も,うもうほとんどレイプしたようなもんですからね、えー、もう,こう積み上げてきたこう平等な、ね、公平な皇室戦神膳を、えー、民主党が、ね、ぶち壊したわけですよそれからもう、まね、鳩山幸夫のバカタレがですよ、えー、組閣する時にもう天皇陛下を、ね、だって葉山でご静養中の天皇陛下を東京に呼びつけたんですから、えー、普通ね組閣する時に陛下ご静養中だったらそこは避けるんですよ だってね、その時、まあ、上皇陛下、まあ、天皇陛下でいらした時に、本当お忙しくて、もう年に数回ね、ええー、まあ、ご予定でお休みになれるかどうか、しかも、その時だって、早までたった3日間ですよ。ええー、もう、ご多忙の天皇陛下がようやく取れた2泊3日の早までのご静養、その中身に組閣したんですから。で、そのために天皇陛下は、 2泊3日のご旅号中の中日に東京に帰ってきてんですよ。天皇陛下を東京に呼びつけた男ですからね。もう皇室に対する敬意のかけらもなかったんですよ。民主党政権は。で、しかもね、あの、閣議って週に1回、 あのもう時間が決まってて皇居にね行くわけあのどういう閣議決定がありましたって皇居にあの運ばれるわけですそれを天皇陛下がご覧になって即日決裁なさるわけなんですね天皇陛下が即日決裁なさるのであの必ずね遅れないように閣議で取りまとめてすぐにあの陛下の前にあ、えー、げるというのがもう長年のルールなんですけども民主党はそんなもんほねお構いなしに深夜まであげないわけですよ そうすると、夜遅くなってきて、天皇陛下は、ね、半分徹夜で即日決裁なさるわけですよ。ええ、もう本当、はい、敬意のかけらもない政権でした。それが民主党政権ですよ。その民主党政権がどういうふうにしたら口頭が安定するかって語ること自体が不謹慎なんですよいや。私たちはね、皇室をね、軽視してきた政党ですよと。 えー、なんなら将来なくなくなってもいいと思ってるんだとだから皇室がどうしたらよくなるかは私たちに聞かないでくれっていうのが筋の通った反論ですあんなにひどいことをして皇室を踏みにじってこういうふうにしたら皇室よくなりますよってこれね不謹慎なんですそういうことを言うこと自体がえー、よくはばかりもなくねこういうふうにしたら皇室よくなりますって言いますよねててまますすからこの人たち皇室潰そうとしてますよ 女性天皇、女系天皇で皇室は終わるんですよ。その通りです。彼らは皇室を潰そうとしてます。いや、むしろこういうふうにしたら皇室潰れますよっていうのが正しい言い方ですよ。えー、不謹慎です。誠意がない。ええ。聞かないでくださいと言うべきなんです。私たちの政党はそれについて意見出しませんって、ええー、いうのが筋が通ってるんです。 だからね、小汚いよね、やることが。ええー。この野田って男はね、ほんね、小汚い。こうして潰そうとした時に、自分が総理だった時にできなかったわけですよ。根に持ってんだよね。ええー。今出てきてやろうとしてますけども、小汚いよ。うん。皇室をあれだけ軽視してきた政権がね、何を言ってるんだって言うんですよ。やることが汚い。